皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎週やっております週刊漫画売れランキングトップ30やっていきたいと思います。というわけで、今回4月第3週目ですね。こちらの単刊別売り上げランキングトップ30、いつもの30回10枚の紹介していいと思います。というところで、期間の方がですね、7月17日から23日までというところになってます。はい。で、ね、今回はですね、ついにここの週刊漫画売り上げの最新章に追いついたわけなんですけれども、推しの子の最新刊なんかね、発売されてまして、ヤンジャンとかは主に発売されたんですけど、まあ、レベルも高いですし、やばくなってます。びっくりの結果になってるというところでね、まあ、ぜひ最初から最後までお楽しみいただけたらと思いますし、またこの後、上半期漫画類とかめちゃくちゃ遅いですけどね、上げたりとか、今月のお世話漫画書、また漫画の動画もいろいろ上げてきますんで、こちらもね、またお楽しみにお待ちいただきましたら大変嬉しいです。はい、というところで、今回第3週目、前回とかはね、ブルーロック最新刊発売されて、その前はワンピース、呪術廻戦とか、この漫画売り上げとかね、その漫画の発売もかなりね、熱い投稿が続いてるかなと思いますけどもね。はい、また、皆さんのランキングする感想、ご意見、皆さんの紹介しながらの一応さっきなんかもコメントお待ちしてます。というところで、早速ですね、30巻の紹介したいと思います。では、まず第30位です。30位。推しの子11巻というところね、これは最新巻の1個前ですね、最新巻12巻ですね、推しの子11巻ですね、まあ、先週まだ入ってた、まだ結構入ってたんですけども、ここにまだ入ってまして、18,292部というと、売り上げ自体は上がってるか、これ。先週がね、ちょっと待って、18,000、先週より上がってる説、濃厚な気がするんだ、これ。ん？あれ、なんか止まっちゃった。ねえ、推しの子11巻が、先週が 16,739部だったんで、上がりましたね、売り上げ。まあ、最新巻で一緒に買った人も結構いるんだろうね。はい、というところで。もはやアニメ終わって、けど、最新巻によって売り上げ上がるということが起きました。30位でございます。はい。11巻の売り上げが、累計売り上げが、40万部超えというところになってますね。はい。では、29位です。29位。呪術廻戦22巻という子をね、こちら19,018部売れまして、累計で約140万部売れております。で、28位です。28位。参りました、入間くん33巻という子をね、こちら19,070部売れまして、累計で、136,100部で売れております。で、27位です。27位。推しの子1巻ということで、ね、推しの子売れてますね。まだまだ売れまってます。売れまくってます。はい、19,584部売れました。約ね、累計で76万部売れてます。はい。で、26位です。26位。バラカモン19巻、日々という子ね、こちら19,732部売れまして、約6万部売れてます。で、25位です。25位。シャドウハウス14巻という子ね、こちらちょうど21,122部売れております。はい。シャドウハウス、まずぐらいか。もう3期は来ないような気はするっすけどね。まあ、原作ね、しっかり見届けたいなと思う。まあ、まだ、結構続きそうだけどね、感じとしてはね。はい。まあ、ジャンジャンで連載されてます。で、24位、24位。無職転生19巻コミカルですね。今、アニメ2期絶賛放送中というところで、また新章に入ってくるのかな。この動画上がってる頃にはもう4話放送終わってんのかなっていうところですけどもね。まあ、楽しみですけど、学園もいよいよ入ってくるというのが非常に楽しみですが。初動22,345部というと非常に売れております。で、23位です、23位。週末のワルキューレ北端ジャック・ザ・リッパーの事件簿2巻という子をね、こちら初動22,357部というところで23位というところになっています。週末のワルキューレ、まあ、スピンオフっていう感じですかね。はい。では22位です。22位。魔王城でお休み25巻という子をね、こちら初動22,541部という子をね、シャドウハイル魔王城の、まあ、発売日若干違うかなとは思いますけど、ちょっと待って、発売日がね、サンデー系と、サンデーとヤンジャンだと1日くらい違ったかな？シャドウハウスが7月19発売。魔王城のお休みもね、なんか日記来るとかリーク最初、めちゃ最初に出たんだけど、もう要素なかった。もう18だから、まあ、1日に早いんで、魔王城というかサンデーの方が、まあ、ちょっと有利であるんですけど、魔王城お休みが、ちょうど22,541部、22位というようになってます。では、21位です。21位。彼女をお借りします32巻という、これ、24,270部売れまして、累計で約47,000部売れてます。君がいい、もう君じゃなか、パパラダラ、
タララ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 ラタンタラタラ恋愛ミリ、あ、すみません、ほんとすみません、申し訳ない、もう頭の中にもさっきずーっと流れて、もう恋愛ミリミリミリで、もう最後です、あ、俺アニメ3期のオープニングです、聞いてください。はい、ではですね、ここからトップ1やっていきます。第20位です。20位、魔女大戦32巻魔女大戦32位の異彩の魔女は殺し合う7巻というところね。はい、失礼しました。ちょうど 24,990 人ビデオ売れております。はい、では19位です。19位、指先と連々9巻というこうね、こちら初動26,161部売れました。累計で約8万部ね、売れてるというか、アニメもね、2024年1月、来年1月から放送決まってるみたいですけどもね。はい、19位となってます。で、あと18位です、18位、踏んだり蹴ったり愛したりというところでね、4巻というところで、こちら初動27,078部、18位というところになってます。で、あと17位です、17位。こういうのがいい6巻というこうね、こちら初動29,319部というところで、こういうのがいい、いいですね。あの、フリーダムフレンドというこうね、もうまさしくフリーにやっていくというところで素晴らしい作品だなと思いますね。はい。楽しませていただいてます。17位でございます。で、あと16位です。16位。はじめの一歩138巻というこうね、こちら29,433部売れまして、累計で約5万5000部ですね、売れてますね。非常に売れてます。はい。では、第15位です。15位。シャングリアフロンティア14巻ですね。こちらの売り上げが36,990部。累計で約5万7000部か、売れているというところに、ね、なってます。はい。先週売れてますね、シャンフロもね。では、第14位です。14位。ホリミア17巻、A Piece of Memories というところでね、ホリミア関係したけど、まあ、出たのね、1巻。なんか多分アニメ多分記念というか感じかなと思いますけど、その31,370、さすがの売り上げでね、ホリミアピースマジでおもろいよ。さっきちょっと見てたんですけど、めちゃくちゃおもろい、本当に。絶対見てください。重要になってます。で、あって13位です。13位。野良猫と狼4巻というね、こちらちょうど35,810部、第13位になってます。で、あって12位です。12位。月が導く異世界道中12巻という、こうね、初動36,871部12位というところになってます。月が導く異世界道中も、アニメ2期なんかビジュアル出てたね、最近なんかね。コミカルでも非常に売れてます。で、あと11位です、11位。わ、ホリミアめっちゃ売れとんな。17巻、アピースオメモリーズ特装版ですね。こちらが、38,014部初動売れてますというところで、ちょっと見るか。ホリミア、あ、ピースオブメモリーズ、サキさん新規書き下ろしエピソードを含む書き下ろし4本単行本未収録の番外あ、それは売れるわ。それは売れますな。おー、ホリミア素晴らしいですね。はい、めちゃめちゃ売れましたね。さすがね、特装版と合わせると7万部ぐらい売れてるな。はい、11位と14位ね、さっきもランクインしてます。特装版売れてね、さすがね。ではこれトップ10いきます。第10位です。第10位、ブルーピリオド14巻というこうね、初動44,422部というところね。ブルーピリもアニメね、懐かしいですね。なんかいろいろ言われちゃってね、アニメね、やんねえかな、難しいかな、なんかね。ちょっとまあ僕は単行本でちょっと早く読みたいなと思ってます。第10位でランクインしてます。では第9位です。第9位、コミさんはコミショーです30巻というこうね、初動47,630部、第9位というところね、コミさんも非常に売れてますということで、アニメ3期はワンチャン来るんじゃないかなと思いますよね、こうね、くれてるとね。はい。では、第8位です。第8位。夜更かしの歌17巻、初動53,410部ってめっちゃ売れてるんじゃないですか、夜更かし。初動5万部超え。めっちゃ売れてるんじゃないですか、夜更かし。これ2期来るんじゃないのねえ。結構ね、原作的にはなんかまあ完結に近づいてるのかなと思ってもいますけど、まあもうちょいありそうな気もするけどね。2期来る可能性もやっぱあるんじゃないですか。かなり海外人気も高かったですからね、夜更かしは。8位となってます。はい。では第7位です。第7位、春の嵐とモンスター3巻というこうね、こちら初動59,999部、第7位というところね。こんなの出んだ、めちゃ売れてますね。白戦車か、7位となってます。では第6位です。第6位、
週末のワルキューレ19巻という号ね、こちらちょっと 78,891 部入れまして、第6位というところでね、週末のワルキューレもね、非常に売れてますけどね。僕もアニメ2期見ないとな、早いから。単行本読まないとね。何巻だこれ、やっぱり17巻かと思ったら大変だ。読みます。はい。では、ここからトップ5やっていきます。第5位です。第5位。ワンピース106巻という号ね、こちら 96,266 部入れまして、累計で140部を超えました。というところでね、ワンピースもね、やばいっすね。ほんともう全部面白いんで、アニメも漫画もね、はい、というところで非常に楽しみですけど、第5位となってます。はい、では第4位です。第4位、呪術廻戦23巻。ここに来てワンピースと順位逆転しました。11万1327部売れまして、累計100万を超えました。というところでね、まあ、呪術も今アニメ2期放送もあってますし、まあ多分ね、前回も確か4週目ぐらいだったかな。その時は確か呪術がね、あのワンピースの売り上げを超えてきて、あのその週間ベースの、ね、売り上げを超えてきたっていうところはあったんですけれども、結構ね、あの多分ワンピースの方が初動寄りなのかなとは思ってますけれどもね、まあ、呪術廻戦、まあ、2期もやってますし、まだまだ売り上げもね、どうなんだろうね、これ以上伸びるんかなって感じもしますけれどもね、まあ、本当に今2期面白いんでね、絶対見てほしいなってところですけど、あの第4位というところになってます。はい、では第3位です。第3位、ブルーロック25番来ました。先週について3位というところでね、まあ、ブルーロックね、先週なんとか10万部超えというところで、まあ、22巻とか21巻ね、初動20万部近く売れてたんで、結構あの寂しい感じしたんですけどね、まあ、今週もしっかりまあ10万部以上、まあ、先週より売上げ伸びましてね、12万2830部売れまして、累計で約20万部超えというところでね、第3位というところになってます。はい、では第2位です。第2位、推しの子最新刊来ました。12巻が初動なんと22万8821部、第2位でございます。これはね、いかにすごいかって今から言いますけど、あの推しの子っていつも初動5万部ぐらいなんですよ。あの11巻でそれ5万部ぐらいやったわけよ。で、まあ大丈夫かって言ったわけでさ、アニメ化前で意外と盛り上がってないな。確か11巻が3月ね、23ぐらいだったかな、発売だったはずなんで、あのおかしいなとか言ってたんですけど、4倍、5倍なんです。おめでとうございます。すげえわ、これはすげえわ、これがアニメ効果かって思ったね。初動こんな伸びる、いきなりって、まあ、アニメ多分見てね、まあ、ジャンプラスとか無料で読めるのもあると思うんですけれども、まあ単行もこんな距離でっていうのはすごくて、やっぱアニメが終わってこう一気に原作とか買って、原作も読むの止まんなくてね、追いついて、で、まあ、こう単行も買ったって人もかなりいるんじゃないかなと思いますし、多分最新は多分ね、本自然みたいな人は相当増えたんじゃないかなと思いますけれども、推しの子もね、やっぱこれいい、うまいのがめちゃくちゃ今面白いの。もうジャンプラのとこ、もうジャンプラとかヤンジャンがね、まあ、一番最新で僕ヤンジャンで読んでるんですけど、結構やっぱ炎上してたんだよね、この推しの子ってアニメやる前。大丈夫かって言われてて、原作もめっちゃ炎上してて、いろいろ。大丈夫かって言われてたんですけど、もう今もうめちゃくちゃ面白いとかやってて、原作もね。なんでもうほんと、こう盛り上がりがこう最高潮に噛み合ってんじゃないかなっていう、なんか、その20万部がこれすげえな。こんな伸びるんだっていうね。はい。まあね、あのアニメ放送時は、もう期間もね、ランク入りまくってましたけれども、その中でね、最新刊も初動が一気にこう4倍以上かな、4倍近く伸びて、20万部超え第2位というようになってます。おめでとうございます。はい。2期も楽しみや、原作も楽しみや。はい。そして、いよ第1位、発表していきたいと思います。もうこのね、今の旬の漫画たち、ブルーロックとかね、推しの子、まあ、呪術廻戦のワンピースはもう3週目ですけどね、これらを抜いて1位の作品、こちらです。第1位。キングダム69巻、初動346,076部、さすが第一でございます。くぅ、強いなぁ、さすがやな、キングダム。まあこれはいつも通りの売り上げかなと思いますけどもね、まあキングダム、まあ、しっかり1位取ってきたというところで、まあ映画ね、第3弾もやってまして、非常に評判もね、いいみたいですけれども、まあ、僕は今回どうしようかな、もう勤労とか押してくらい待とうかなとも思ってますけどもね、はい。というところで、まあ勤労待ちかもしれないですけど、前回68巻の初動が348,000部は、まあ、やっぱ安定して推移してますねというところで、キングダムがね、さすがの第1位というところになりました。おめでとうございます。はい、まあ、原作もね、またまあ新章入ってなかなか面白いところやってますけどもね、はい、まあ、引き続き楽しみでございます。アニメも最新のティザービジュアルかな、レキービジュアルが出てましたよね。はい、またその辺もね、楽しみだなと思います。
はい、という感じで、今回の4月第3週目の漫画売上ランキングトップ30の紹介は以上となります。この時期ありがとうございました。何ね、皆さん今回の感想ご意見、また皆さんの、ね、ご紹介しながらの一応作品とかまたあったらコメントお待ちしてます。引き続きね、マーケン動画またアニメ系動画もどんどん上げていきますんで、ぜひこの機にチャンネル登録、声もしてますので嬉しいです。というところね、今回はベランちゃん非常に強かったので、キングダム1位おめでとうございます。また推しの子はね、手動爆飲みおめでとうございます。というところで以上となります。ご視聴最後までありがとうございました。